あなたは自分の意思とは別に愛する人を殺してしまったらどうしますか？2006年4月、秋田県で9歳の畠山彩香ちゃんが自宅から10キロ離れた川で衰退で発見され、その1ヶ月後、彩香ちゃんの家の2軒隣に住む米山豪健くん7歳も同じように遺体で発見されました。エグス。そして秋田県警察は調査本部を立ち上げ、事故と事件の両面で調査するんですが、早々に事故と断定し捜査を打ち切ります。これに対し彩香ちゃんのお母さんは事故と断定した警察を批判し、捜査願いのこちらのビラを自作して近所に配布したり、テレビの取材に対して切れる姿が話題になったんですね。しかし後の調査でこの母親が犯人だったことが発覚したんです。どうもメシアです。皆さんは身内をやってやりたい、そう思ったことはありますか？反抗期の時とかはね、部屋に勝手に入ってくんなとか言って喧嘩して殺意が湧いたこととかはありましたけど、さすがに本気で実行しようと思ったことは一度もないですね。しかも今考えたら、なんでそんなことで喧嘩してたんやろって思いますね。皆さんはどうですか？コメントで教えてください。さあ、冒頭でお話しした畠山彩香ちゃんの母親である畠山鈴香は娘の彩香ちゃんを愛していたと思われます。ではなぜ自らの手で自分の娘をしたのでしょうか？しかも警察が調査を打ち切ったので、ビラを配ったりしなければ自分が犯人と分からずに済んだかもしれないのに、なぜそんな異常な行動を取ったんでしょうか？それは畠山鈴香の壮絶な生い立ちから来る精神の不安定さ、そしてとある障害にあったんです。これはなかなか複雑な気持ちになる方多いんじゃないかな。まずはその畠山鈴香の過去を時間を遡って見ていきましょう。1973年2月、秋田県北部の二ツ井町で運送会社を経営する父と元飲食店従業員の母との間に長女として生まれた鈴香は、暴力的な父親から心が砕けるような行為をされ育ちました。いや、いきなり辛すぎる。そして鈴香が辛かったのは家庭だけではありませんでした。小学校では担任の先生から鈴香には霊がついているとあまりにも無責任な発言のせいで、同級生から心霊写真と呼ばれたり、バイキンと呼ばれ、そのバイキンを洗い流すためにトイレに押し込まれて洗剤をまかれるなどのひどいいじめにあっており、どうにかして友達を作ろうとした鈴香はパシリを自ら名乗り出てやったり、文房具を万引きしてクラスの同級生に配るということもやってたんですね。相当追い詰められたんでしょうね。そして高校生になってからもいじめにあっていた鈴香の卒業アルバムの寄せ書きには、その高校生活がいかにひどいものだったのかが一瞬でわかるような辛辣な言葉が多数書かれていたので一部紹介しますね。あったらす、二度と会うことはないだろう、じゃあな、やっと離れれる、3年間はちょっと戦争に行け、今までいじめた分強くなったべ、俺たちに感謝しなさい。いや、なんじゃこいつら。まずいじめているという自覚があることがわかりますし、俺たちに感謝しなさいって誰が感謝するんやそれ。そしてこれは後に分かったことなんですが、家庭内でされたことや学校で受けたいじめのせいで鈴香は普段保たれているはずの自我がなく、記憶がすっぽりなくなったり、別の人格が出てしまったり、自分が自分と思えなくなったりする、つまり二重人格になる乖離性障害という精神障害になってしまったんです。ここだけ聞くとちょっとかわいそうになってきます。自分が自分でなくなってしまったり、違う人格が出てくるっていうのはマジで怖いと思いますからね。もし皆さんの中にこの精神障害に詳しい人がいたらコメントで教えてください。そして高校卒業後に鈴香は父親といじめから逃げるため、当時交際していた男性と秋田県から栃木県に移住し、温泉旅館に住み込みで仲居やコンパニオンとして働き始めます。これは素晴らですよ。ただ勤務態度がとにかく悪かったり、人の金を盗んでトラブルになったり、物を使用している疑惑もあったので、雇い主は父親を呼んで引き取ってもらおうとしますが、鈴香はその頃にはすでに他の旅館で働き始めるという超絶社会不適合者っぷりを見せていたんです。エグス。いくら精神障害があるとはいえ、雇う側としては厳しいかも。
その後高校卒業から2年が経ち、21歳になった鈴鹿は秋田県に戻って結婚し、彩香ちゃんを出産。しかし出産から半年で離婚し、シングルマザーとなり、お金に困った鈴鹿はパチンコ店、スーパーの店員、スナック、ラウンジバー、保険の営業、宴会コンパニオン、デリヘルなど職を転々とします。めちゃいろんなことするやん。でも彼女は一児の母ですから、2年前に温泉旅館で働いた時のように勤務態度が悪いということはないだろう。皆さんそう思いましたよね。ですがクソ悪かったみたいです。なあそれ。客前に出るとブスッとして不愛想、片付けはいちいち言わないとやらないし、とにかく気が回らない女性で、仕事をしょっちゅうすっぽかし、男に会いに行ったり、ラウンジバーで働いていた時には何人ものお客さんと体の関係を持っていたそうです。そのせいで各職場で嘘つき女、だらしない怠け者と言われ、どこに行っても嫌われ、最終的に自己破産して生活保護受給者となり、彩香ちゃんの食事はカップ麺が多かったと言います。さらには自分の家で性的なサービスをするという違法な売春もやっており、その行為が行われている間、彩香ちゃんは外で待たされていたそうなんですね。本人はそれでいいのかもしれないですけど、彩香ちゃんがかわいそうだと思ってしまいますよね。それとこれは触れていいのかは分かんないんですけど、体の関係を持ってしまっていたり、不愛想なのも精神障害のせいなんですかね。どうなんでしょうか。皆さんの意見をコメント欄で聞かせてください。そして2006年4月9日午後6時40分、鈴鹿と9歳になった彩香ちゃんが川の近くの橋を歩いていると、彩香ちゃんがお母さん泳ぐ魚を見たい、そう言いますが、早く帰りたかった鈴鹿は暗くて魚は見えないからもう帰るよ、そう伝えます。しかし彩香ちゃんは好奇心旺盛な9歳ですから、それでも魚が見たい、そう言われた鈴鹿は急激に怒りを募らせ、水面から12メートルもの高さがある橋の縁に彩香ちゃんを座らせます。そして彩香ちゃんは怖がって鈴鹿に助けを求めて抱きつこうとしましたが、鈴鹿は彩香ちゃんを容赦なく川へ突き落としたんです。そして川に落ちていく彩香ちゃんを助ける素振りもなく、その場を後にしたんです。すぐに助けていれば助かったかもしれないのに。考えられないですよね。でもこれだけでは終わりません。事件から1ヶ月後、鈴鹿は彩香ちゃんと仲が良かった近所に住む7歳の米山豪健くんを見ていると、通常では考えられないことを思い始めます。それはなぜうちの娘はいないのにこんなに豪健くんは元気なのかということでした。いくらなんでもヤバすぎですよね。そして2006年5月17日、豪健くんに彩香の思い出に何かもらってほしいんだけどもと言って自宅に誘い込み、腰紐を首に巻きつけて外し、草むらに遺体を捨てたんです。その後冒頭でもお話ししましたが、警察はこれを事故死と断定。それに対して集まった報道陣に対し、鈴鹿は不審な言動を見せ、鈴鹿の異常性が世間に注目され始めたんです。ちなみにこちらの男性は鈴鹿の弟で、後に鈴鹿が犯人と分かった時には、周りからテレビで見たぞ、お前人の弟なのによく笑っていられるなと罵倒され、仲の良かった友達は離れ、ショックで人間不信にまでなってしまったそうです。このように周りに危害を与え続ける鈴鹿の気候はまだ終わらず、自己扱いした警察に不満を抱いたということで、娘を探すビラを近所に配り始めるんです。事故だと思われているのにわざわざこんなビラを作る意味、皆さんなぜだか分かりますか。実はこれ、彩香ちゃんの死因を事故ではなく他にすることにより、犯罪被害者給付金を受けることができるから、つまり金のためだったんです。我が子を自らの手で殺めておいて、さらにお金をもらおうとしてたんですよ。考えられない。このような怪しい言動を繰り返していた鈴鹿は徐々に怪しまれていき、ついに逮捕された鈴鹿は反省や後悔、悲しみをみじんも見せず、それどころか健二さんのネクタイが4日間同じで笑いをこらえるのに必死でしたと話したり、担当医に宛てて書かれたメモには、被害した米山豪健くんの遺族がなんで怒っているのかがわからない、恵まれているのに、だって3人も子供がいたんだからまだ2人も残ってるじゃないと書いていたりと、鈴鹿の異常性がわかります。ただ前半でお話ししたように、鈴鹿は乖離性障害という精神障害を持っており、いわば自分の中に何人もの自分がいます。
そのためこのようなひどいことをしている一方で信じられないと思いますが、周りの話によると鈴鹿は自分の娘彩香ちゃんを愛していたというんです。さらに彩香ちゃんともう一人の被害者米山豪健くんが遊ぶ時には、彩香ちゃんにお前の方が大きいんだからしっかりするんだよと言っていたといいます。そんなしっかりした母親の面と裏腹に凶暴すぎる自分がいることを鈴鹿自身も辛く感じていたのかもしれません。それが影響してか留置所ではタバコやボディーソープを飲み込んだり、タオルで自分の首を絞めたりと何度も何度も何度も自ら命を絶とうとしています。本当の鈴鹿は一体何がしたかったんでしょうか。その本当の鈴鹿が自分の意思とは別に愛する人を殺していたとしたらどうなんでしょうか。ちなみに私は何があっても、どんな悲しい過去があっても、どんな障害があっても、人を殺した時点で悪人で救いはないと思いますね。皆さんの意見もコメントで教えてください。ではチャンネル登録とグッドボタンを押して次の動画をお待ちください。また。